あっつ。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい。はい。始まりました。美咲の部屋です。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、今日のテーマは、はい、今日は、やけどをしない、コテの巻き方テクニックをやっていきたいと思います。なるほど。まあ、特にね、ボブとか、はい、まあ、ミディアムぐらいの方、はい、結構多いと思うけど、まあ、その方でこうコテを使った時に、やけどをするっていうね、まあ、危険性があるっていうことは結構皆さんも多分分かってるかなと思うので、はい、それのやけどしない方法を美咲流で教えてくれる。はい。じゃあね、多分まあストレートアイロンとかでもやられる方も多いと思うけど、やっぱコテでやった方がやっぱ綺麗になったりとか、やっぱすることもあるかなとは思うので、はいはい、まあね、ちょっとやけどをちょっとしたくないというか怖いなっていう方はぜひ参考にしてみてください。お願いします。はい、それでは動画をスタート。どうぞ。はい、ということで今日は分かりやすくやっていきたいので、ちょっとクジラヘアでやっていきたいと思います。まず一番やけどが多い首周り、この襟足の部分ですね、をやっていきたいと思います。と結構多いのはコテが怖くて反対にこう倒れる方が結構多いんですけど、こうすると髪の毛が自然に首の方に流れてきちゃうので、コテをこう入れた時にこう当たりやすい、コテの位置が結構皮膚に近づいちゃうので、ここでやけどしてしまう。これ分かりますか？結構危ないんですよね、ここが。なのでこれを、コテを怖がらずにコテの方に首を固めてます。そうすると髪の毛が自然とここに空洞ができてくれるので、コテを入れた時にも自然と首からコテが離れてくれるので、やけどしにくくて安全なので、首をコテの方に倒して入れていきます。それがポイントです。次のポイントはコテの動かし方です。結構やりがちなパターンは、根元の付近にコテを入れて、その場でコテを返してしまう。そうすると常に根元の位置にコテがすごい近い状態になってるので、とてもやけどしやすくなってます。なのでこれを中間部分からコテを入れて一回転させながら毛先の方に向かってスライドさせていく。こうすることによってここに入れた手の位置からだんだんこう離れていくので、コテが自然と皮膚から遠ざかってくれるので、やけどしにくいです。コテの巻き方なんですけど、内巻きの場合はコテが内側に入るのでやけどしやすいんですけど、外ハネの場合は髪の毛が少しガードしてくれるのでやけどしにくいです。ボブの方とか短い方は内巻きよりも外ハネとかの方がやけどしにくいので、それもポイントです。最後にタオルです。単純に、首を守るために巻いていくんですけど、ここに1枚タオルを引くことで、コテから皮膚を、首周りの皮膚を守ってくれるので、1枚引いておいてあげると、やけどしにくいですし、コテも怖くないので、1枚巻いてあげて、首、結構しっかり守りたい方は、ここにちょっとダッカールとかクリップとかでしっかり留めて、上の方までタオルを引いてあげるとより守れますので、やってみてください。はい、ということでお疲れ様でした。クジラヘアで今日はお送りさせていただきました。すいません、わけのわからないこと言ってまして
ね、でも、あの、小手の巻き方ね、はい、多分火傷する方法としない方法、両方やっていただいたと思うんですけど、はいはい、基本的にやっぱりこう、近くなると危ないよね。そうですね。やっぱりね、あんまり回転させないというのと、あとこう、スライドさせて、なるべく遠ざける。そうですね。で、一応こう、顔は逃げがちだけど、怖がらずに、ちょっと、顔、あの、小手の方に傾けたりとかすると、はい、あえて空間が出たりとかね。いろいろちょっとポイントがありますので、はい、あのね、いつもちょっとやけどが怖いっていう方だったりとかね、どういうふうに負ければいいのっていうふうに思ってらっしゃる方、よかったら参考にしてみてください。はい。はい、ということで、また、この動画がよかったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。